よくある賃貸営業で数年修行したからその後売買営業に行こうと思っている人がいますが、これは大きな間違いです。売買契約書は売契ですが、賃貸借契約書は賃契です。こんにちは、山田孝明です。僕は東京の不動産会社で働く現役の営業マンで、不動産業界は8年目になります。現在は不動産売買の仲介営業をやっています。実は一番最初は賃貸会社に入社して賃貸営業をやっていましたが、入社して1週間で辞めたので経歴はほぼ売買営業となります。賃貸営業を辞めた理由は、入社7日で辞めた不動産会社の話という動画でも話してますので、ぜひそちらもご覧ください。今回は不動産営業をやるなら賃貸営業ではなく、なぜ売買営業なのか、また不動産売買営業の中でもいろいろある中、売買営業を代表する3つの仕事についても話していきます。あなたが不動産の売買営業をやるならぜひ参考にしてください。それではいきましょう。まず賃貸営業についてです。賃貸営業は部屋を借りに来た方に賃貸物件を紹介する営業で、契約をすると家賃の1ヶ月分が仲介手数料として会社に入ります。例えば8万円の賃貸物件を契約すると、礼金などによっていろいろ変わりますが、8万円の仲介手数料が会社に入ります。家賃が高ければ仲介手数料も高くなりますので、都心などの単価が高い富裕層エリアの賃貸営業マンは、その辺の売買営業マンよりもはるかに稼いでる人もたくさんいます。このように営業するエリアでも異なりますし、学生などのワンルームタイプと家族向けの 3LDK タイプでは家賃がこちらも異なります。またエリアによっては飲食店などの店舗用やオフィスなどの事業用だと家賃がさらに高くなり、売買営業よりも専門性があって内容によっては難しかったり、稼げる賃貸営業もたくさんあります。さらには管理も一緒にやっていることが多いです。しかし多くの賃貸営業は学生や単身などのワンルームタイプの取り扱いが多く、家賃の単価が低いことが多いです。そうすると賃貸営業は数をやらなくてはいけない分、売買営業よりも忙しくて売買営業よりも稼げないところが多いです。不動産は賃貸でも売買でも基本価格が高いエリアの方が営業が難しく、ライバルも多くいます。賃貸営業の特徴としては、営業なので売買営業と同じ毎月の数字のプレッシャーはありますが、不動産の知識についてはそこまで求められないことが多いので、業務に関する重圧と責任は売買営業よりも少ないです。売買営業ですと用途地域や道路の種別、土地の権利など、他には銀行とローンの話や司法書士と登記の話、不動産についていろいろ出てきますが、賃貸営業はそのあたりの話が出てきません。もちろん賃貸営業のプロフェッショナルの方もいますし、賃貸営業が悪いというわけではありません。また賃貸会社は物件を管理しているところも多く、オーナーさんから管理物件の売却の依頼が入ることもあります。賃貸会社によっては売買、賃貸、管理の仕事ができるところもあり、そのような会社は逆におすすめです。しかし賃貸営業と売買営業で必要な知識は全然違うため、よくある賃貸営業で数年修行したからその後売買営業に行こうと思っている人がいますが、これは大きな間違いです。売買やるなら最初から売買です。最終的には賃貸の知識も売買の知識も両方あるといいです。今回はよくある賃貸会社で賃貸営業をやるなら、せっかくなら単価も責任も大きく、より不動産の知識が必要な売買営業をお勧めします。ではこれから不動産売買営業について話していきます。まずは売買仲介営業です。これは僕が実際にやってる売買営業で、売買といえば売買仲介です。一般の方がイメージする不動産売買営業となります。多いのが、実際に自分が住むために家を探したい方や、自分が持っている不動産を売りたい方など。売買仲介営業はお客さんからの依頼に対して購入先や売却先を見つける仕事です。昨年は土地を購入して会社の駐車場として使用したいという方も取引させていただきました。売買仲介営業は取引によって案件は様々で、個人のお客さんや共同仲介に入っている不動産会社、そして売り主業をしている不動産業者など、様々な方と取引をすることになります。また中古住宅ではインスペクションの方との交流や、時には解体を手配したり、設計士の方やハウスメーカーの方など、
案件によっていろいろな方とさまざまな関わりがあります。そして制約をすると物件制約価格の 3% がお客様からいただく報酬となります。5000万の物件を売買すると片手取引なら150万円、両手取引なら300万円の仲介手数料の報酬をいただきます。ちなみに片手取引とは購入の担当は僕で、売却の担当は別の不動産会社となります。なので買い主さんからのみの仲介手数料をいただきます。両手取引とは売り主さんから売却の依頼をいただいて、買い主さんも自分のお客さんで仲介した場合は売り主さん買い主さんそれぞれから仲介手数料をいただきます。売買仲介営業は住宅ローンの知識はもちろん、物件の用途地域や全面道路の種類、そして登記など不動産知識も幅広く必要なので、不動産営業マンの入り口としてはかなりおすすめです。地場不動産会社は主に客付け営業で、大手不動産会社は元付け営業がメインとなります。客付け営業とは不動産を買いたいというお客様に条件に合う物件を紹介して購入をいただく営業です。元付け営業とは不動産を売りたいというお客さんに対して売却活動をするのが元付け営業です。詳しくは大手不動産会社は選ぶなという動画でも話してますので、ぜひこちらも見てみてください。また客付けをする不動産会社には実際に住むための実需不動産と投資目的で探す投資不動産などそれぞれあります。投資不動産になると購入物件に対していくらの家賃が見込めるかなど利回りなどの話も必要になってきます。売買仲介営業の中でも大手なのか地場なのか実需なのか投資なのかで全然仕事の内容が変わっていきます。一番最初は実需用の売買仲介が本当におすすめです。そして仕入れ営業です。仕入れ営業とは不動産を購入する仕事です。仕入れする物件については戸建て用地や区分マンション、一棟ビルなど会社によって全然違います。どの仕事も安く買って付加価値をつけて高く売るという仕事です。会社によっては売らないで保有するところもあります。通常の仕入れ営業ですと不動産の売却依頼がある元付け業者の大手不動産会社を回ります。自社の条件に合った物件情報を入手して条件があれば物件を仕入れます。一般のエンドユーザーではなく不動産の仲介会社が営業先となります。建て売りであれば土地を仕入れ、その土地に新築を建築して新築建て売り住宅として販売していきます。同じ土地でも投資用アパートを建築して販売している会社もありますし、区分マンションのリノベーション会社では中古の区分マンションを仕入れしてリノベーションをして再販売を行います。建て売り会社では建て売り用地の仕入れになりますし、マンションディベロッパーではマンション用地の仕入れとなります。他には再建築不可や借地権など狭小の土地など少し癖があって特殊な物件ばかりを仕入れしている会社もあれば、住宅ローンが払えなくなり裁判所から差し押さえがある競売物件を仕入れする業者もあります。ほとんどの仕入れ営業は元付け業者である大手不動産会社から情報を入手することがほとんどですが、地主や物件オーナーに直接アプローチして、あなたが持っている不動産を売りませんかと営業する物上げ業者もいます。仕入れ営業は不動産仲介営業より難度が高い取引になることが多いです。なので不動産仲介営業からステップアップとして仕入れ営業にジョブチェンジする人もいます。そして新築マンションの販売営業です。こちらは新築マンションを購入したい方にマンションを販売する営業です。売買仲介営業と違うのは、販売するのはその担当となったマンションのみです。売買仲介営業はお客様の要望に合わせて新築戸建てだったり中古マンションだったり、または予算やエリアを変えて提案をしたりします。新築マンション営業はモデルルームなどに来場したお客さんにその新築マンションを販売する営業です。他には飛び込み営業で販売するところもあります。なので他にいいのがありまして、こちらの物件はどうですかとはなりません。このマンションでどうですかと決め打ちをします。ちなみに僕ら売買仲介会社は新築マンションは紹介できません。また大手分譲会社の戸建て販売営業も売買仲介営業とは異なり、自社で建築した戸建てのみを販売している会社となります。その物件しか紹介できないので、担当の物件のプロフェッショナルとなる必要があります。そして新築のワンルームマンションを投資目的で販売している会社もあります。個人の意見ですが、新築ワンルームマンションの投資営業はお勧めしません。営業力もつきますし、稼ぐことももちろんできます。お勧めしない理由は、買ったお客さんが泣きを見ることが多いからです。なぜ泣きを見るかは、いろいろ検索してみてください。こちらは、名簿から電話をしまくる家電営業や、
セミナー集客や紹介などで営業をしていきます。そもそも投資物件で不特定多数にいい物件がありますよと、向こうから新規の電話営業をしてくる投資物件にいい投資物件はほぼないですね。今回は不動産の賃貸営業の話と売買営業の中でも代表する3つの仕事について話してきました。売買営業は単価が大きいために月の契約がゼロという売れない期間をほとんどの営業マンが経験してると思います。賃貸営業ですと数をやるのでさすがにゼロということはないでしょう。売れない時期もあり売買営業は正直大変ですが、不動産やるならぜひあなたも売買をやりましょう。最後までご視聴ありがとうございました。僕のチャンネルでは現役営業マンが伝えるリアルな不動産情報をお届けしています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録して不動産 YouTube 支援に入会してください。よろしくお願いします。ありがとうございました。